ひにです。あ、これからサファムソンのアンケートを集さんの結果を発表したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。まずこの集会は県下は31人から集めました。 Google フォームで8月28日から10月2日までです。このアンケート調査結果を答えた人は男性が14人、女性が17人です。答えた人の年齢は、まあ、大体18歳から24歳まで 90% です。次、24歳から29歳までは7% です。29歳以上は 3% です。この答えた人は職業は学生 87% です。会社員 10% です。公務員は 3% です。サファムソンを知っているの質問に 84% の人が知っています。 16% の人が知りません。どうやってサファムソンを知るの質問に友達が 45%、 Facebook が 32%、 広告が 7%、 インターネットが 3%、 知らない人は13% です。ガスに何回サファムソンに行くの質問に1回行く人は 23%、 2、3回行く人は 19%、 3回以上行く人は 6%、 行かない人は 56% です。サファムソンへ行ったら何をするの質問に32% の人が食事をします。 23% の人がミーティングをします。写真を撮ることとその他は 16% です。ワークショップと美容院に行く人は 7% です。まとめ、アンケートを答えた人は大体18歳から24歳までです。男性より女性が多いです。アンケートの答えた人は大体学生ですけど、サファムソンへ行ったことがある人は社会人です。サファムソンを知っている人は少ない人です。大体友達から聞いたそうだ。興味がある活動のトップ T は食事、ミーティング、写真です。他の活動もとても面白くて、おすすめサイトの書いた人によるとこのトップ T は人気です。
これで以上で、ご清聴ありがとうございました。